美味しそうなの。でもほら、美味しそうでしょ。ありがとうございます。ほら、すごいね、お肉は。なんか骨だけになった。わっ、骨がどこ？ブラブラ。どこ？骨だよ。パパ、整理できるよ。ここで本格的に食わない方がいいな。おばあちゃん、おばあちゃん連れてって。食べたいよね、うん、でも食べたいかも。お蕎麦とかだからずっと軽く。あー、何する？どこな、なんかでもね、なんかでっかいハンバーガー食ってた人、あれはあれでうまそうなの。さっき準備中くらいだった。安西大丈夫だ。完全物色モード。いや、すげえ収益ないの。はい、昔のアイスだ。銀河たくさんあるな。豚汁だ、豚汁。スパイスワール。豚汁ね、この裏にね、まだ今やってるとこがあった。本当？よし。さっきは別とこ。本当？八ヶ岳豚っていうね、ブランド豚がね、発生してた。八ヶ岳豚。はい、どうぞ。勉強したり、ちょっと遊びに行ったりしたいから、キノコもね。ありがとうございます。熱い。あとでも。ありがとうございます。猫舌だっけ。普通だけど結構熱い。はい。はい。入れます。タクシー長。はい、ありがとうございます。これはキノコだね。お肉じゃないね。美味しいよ。はい、いらっしゃい。あ、これでズームか。見た目じゃなくて味でズームですから、うちは。美味しいよ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。キノコと肉の区別がつかない。鹿のイノシシ食べて幸せになってください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。鹿食べたって騙されたと思って、まずいと思ったらお金がない。はい、いらっしゃい。もう一度お見返しお願いします。重さはありがとうございました。見てみよう。結構重い。腰が悪い人はやめたわ。持ってる。持って持ってみ。これ持ったらすごい。頑張れ。あ、持てる。いけそう。辛いでしょ。分かってくれたこれ。めっちゃか弱い女子のふりしなくていい。かわいい。
くれるって。どうぞ。ありがとう。大丈夫か。はい、投票しました。はい、お願いします。マリンモッコリ、マリンモッコリ柄難しくね、それ。マリンモッコリがマリンモッコリ足り得る表現っていうのは結構難しいかもしれない、二次元だと。岡崎さんってさ、見方によっては、角度によってはある種の有識に見えない。見えない。どっちだ。はい、岡崎さん。まあ、いや、見える。ね、やっぱそうだよね。わかる。服だけ動かさないでね。高そうだから。頼むよ。優秀やった。どうも。